はい、それではですね、2016年度の商法の第2問に入ってまいりましょう。はい、早速ね、問題文の方をご覧ください。さあ皆さんね、これ読まれてもうねご存知の通りというところなんですが、手形法出ましたね。はい、第2問に関してはやっぱりねメインとして手形が出ることが業態が多いということになりますので、そこからね逃げてはいけないとこういうことになってまいります。はい、さあ手形に関してはね、嫌だ嫌だなと思われる方もいると思うんですけれども、基本的にはねやっぱり民法と考え方は一緒なんですね。うん、なのでそんなにですね、まあ、嫌だなというふうに考える必要はないかなとは思います。で、理論的な部分とかいろいろあるんですけれども、少なくともね、まあ、予備試験もそうなんですけども、たまにね手形出てくるんですけれども、このね京都大学のですね手形小切手法に関しては、その理論がねどうだとかいうところに関して複雑な理論をね展開しなければいけないような部分ではないんです、実はね。なのでいわゆる A ランクと呼ばれているような部分に関して、ですね、皆さんのお手持ちのねテキスト等、あるいはねこれまで勉強してきた基礎講座等でですね、やった A ランクの部分に関してできるようになっておけば十分かなというところになります。あとはね、手形の分析の失点というのを抑えておけばですね、意外と手形ってのはできるんです。何回も言いますけれども、民法とほぼ一緒なんですよ。民法って何だったかというと、この請求が認められるかどうかということが聞かれてましたよね。はい、手形法というのもほとんどは手形金ね、手形金請求が認められるかということが問われます。まあそれ以外の請求もねそうなんですけども、つまり請求が認められるかということがね聞かれるわけですから、その請求が認められるための要件っていうのを設定してあげて、それに事実を当てはめていってあげる。その中で論点っていうのが出てきたら論点をね書いてあげる。これ民法と全く同じなんですね。はい、そういった意識をまず持っていただく必要があります。で、手形法ね、特有の視点としてはどういうことなのかということなんですけども、このね、図を見てください。板書の図を見てください。はい。ね、弦って書いてありますね。腹、弦って書いてありますけど、これを手って書いてありますけども、これ何かということなんですね。はい。上はですね、これいわゆる原因関係というものです。原因関係。つまり、まあ言い直すとですね、民法上の権利関係をちゃんと分析してくださいねということなんですね。はい。手形っていうのは普通は原因関係のね、何らかの決済手段として使われることが多いです。で、問題文も普通はそうなんですね。なので、必ずですね、問題文に原因関係、つまり民法上の権利関係っていうのが出ています。なので、まずはこの図をまず別個に作ってあげることが大事だということになります。そしてそれとは別個にね、手形っていうのは無因性っていうのがあったと思います。原因関係の有無にね影響を及ぼさず、手形ね上の権利関係というのは原則として成立するっていうのが手形法上のね考え方ですよね。つまりだから、それとは別の世界で手形法上の権利関係ってどうなのかっていうのをしっかりと分析をしていかなければいけないということになります。いいですか。この原因関係のがどうかという図と、手形法上の権利関係はどうかという図をしっかりと書いてあげること、そしてどっちの問題なのかということをしっかりと分析してあげることがとても大事になってまいります。はい、そういうふうに考えていくとちょっと見てください。はい、まず括弧1の部分を見てくださいね。設問から見てまいりましょう。はい、まあ平成27年9月31日 B は C による本店手形の持ち出しについて説明することなく、本件契約による売買代金債権を行使するとして200万円を支払うよう A に求めてきた。 A は支払わなければならないかというふうに言ってるんですけど、本件契約による売買代金債権と言ってるんで、どっちの問題なのかということなんですね。これはまあなかなか珍しい方なんですけど、原因関係の方の問題なんですね、これに関してはね。はい、民法上の権利関係、請求権が認められるか、つまり民法とほぼ同じなんですよ、これに関してはね、やっぱりね。はい、さあ括弧2の方を見てまいりましょう。これに対してね、はい、まあ、いろいろね、一段落目はいろいろあるんですけれども、結局二段落目から見ていきましょう。本件手形の支払い提示を支払い提示期間内に行わなかった E は、27年10月20日にあって A の営業所を訪れて、本件手形を提示し、200万円の手形金支払いを求めたと。はい、ここですね、チェックしてください。A は E からの請求に対し、手形金を支払わなければならないかというふうに言っています。手形金支払い請求権です。つまり、どっちの権利関係が問題となっているかというと、ここで下の方なんですよね。はい。よろしいですね。手形金の、まあ、手形関係が問題となっているのが括弧2です。原因関係、つまり民法上の関係が問題となっているのが括弧1だったということになります。はい、よろしいでしょうか。で、あとはね、実はそんなに難しくないです、本文に関してはね。まず原因関係何なのかというと、 AB 間で売買契約が締結されてますぜということ、ただそれだけなんですね。で、その決済手段としてですね、買い主であるですね、この A という人が手形を振り出しているんだということになります。ここはそんなに難しくないですね。はい、よろしいでしょうか。なので、これはですね、まあ、売買代金の、まあ、で代金に、まあ、変えてですね、この B に手形を交付しているんだよということになります。ところがですね、この A から B に振り出されたんですけれども、C という人が勝手にまあ持ち出してしまってですね、これを D にですね、まあ、B の亡用して、印鑑亡用して D に交付してしまった。で、その後、ね、D は E に対して裏書き上等しているんだということになるわけです。はい、こういう場合にですね、まず、括弧1戻りますけれどもですね、
はい、B は C による本件手形の持ち出しについて説明することなく売買代金債権を行使するとして200万円の支払いを A に求めてきたんだと、 B が A に対して請求してきたんだということですね。この時に A は支払わなければいけないのかということです。はい、これはですね、先ほど来申し上げているように原因関係です。売買代金ですよね。売買代金、民法上は売買契約に基づく代金支払い請求権なわけです。はい、民法上はですね、その意思表示の合致によって、代金支払い請求権というのはあるわけですね。だからこの請求は当然認められそうなんです。ということで何がじゃあ問題となるのかということなんですけど、ちょっと待てと、これによってもう手形払ってるじゃないかと、ね、手形で渡してるんだから原因関係上の請求はやめて手形法上の請求をしてくれと、少なくともね、そういうようなことを主張していくんですね。つまりここでの問題っていうのはですね、この A の B に対するですね、この売買代金支払い請求権というものですよね、この支払い請求権がなお存続しているかどうかということになるわけです。逆に言うと支払い債務が存続しているかどうかがポイントになるわけですね。そこで問題となるのは何かということなんですけど、これもね、答案の方入ってしまいましょう。はい、答案の方をちょっと見てください。1ページ目の部分ですね、縦1の部分です。本件においては A が B に対して負っている本件契約による売買代金200万円を支払わなければならないと言えるためには、そもそも A の上記債務が存続していることが必要なんだということになります。はい、今のところまだ代金支払ってないから存続してそうなんですけれども、ここで手形法上の論点が出てくる。もっとも A は B に対して、ここチェックしてください、原因債務の支払いを確保するために手形を交付しているんだということになります。そこで手形の授受によって原因債務である200万円の売買代金債務が消滅してるんじゃないかということですね。これはまあ論点として知らなかったら仕方がないところなんですけども、はい、手形法上振り出してんだからもうね、こっちの原因関係の方の債務はもうないんだよというふうに言えるのかどうかということです。はい、あとはこれはもう論点です。これに関してはカッコ1の部分ね、はい、これ当事者の意思解釈なんだということですね。なのでカッコ1のですね、2行目の後ろから3行目にかけて、手形の授受によって原因債務が消滅するのはそのことがですね、当事者間で明確に合意された場合に限られ、明確な合意がないときは原因関係を消滅させない趣旨であると推定するのが当事者の通常の意思に合致するよということになります。そうすると本文ではそういうのがないんだから、原因、ね、債務は存続します。なので売買代金債務は存続するということになります。じゃあ存続したとしても手形債務と原因債務が存在する場合、併存する場合ですよね、手形上の権利を先に行使すべき義務を負うのかどうかということになります。これも論点ですよね。はい、もうこれに関してはもう抑えるしかないということになります。はい、これは手形の支払いによって原因債務を決済する意図で、これ支払いのためとか言いますね、支払いのため手形が授受される場合は、債権者は手形債権を先に行使しなければならず、原因債務の支払いを確保する目的で、はい、担保のためですね、担保のため手形が授受された場合には債権者は手形債権と原因債権のいずれでも任意に選択行使することができるということです。もうこれはもうね、抑えちゃうしかない部分ではあります。はい、じゃあどっちなんだと、支払いのための担保のためのいずれかということ、これも当事者の意思解釈、結局ここはですね、全て当事者の意思解釈なんだということになります。はい、でここで押さえなければいけないのはですね、この3行目のところです。原則としてというところを見てください。原則として支払いのための手形授受であると推測すべきであるけど、債務者自身が手形上の唯一の義務者であって他に手形上の義務者がいない場合には、いずれを行使させても債務者に不利益がないから、担保のための手形授受であると推定されるということになります。はい、さあ本文ではですね、 A ですよね、はい、手形の唯一の義務者も A なので、これは担保のための手形授受と推認できるんだということになります。なのでこれはいずれも任意に選択行使することができるんだということになるわけです。はい、よろしいでしょうか。でさらになんですけど、ここからね、手形の返還と同時履行についてということが問題となります。まあここはねちょっとできなくてもいいかなという部分ではあります。はい、ただね、まあセットでね、やっぱりこう手形法少しね勉強してるとですね、ここはセットでまあ抑えられるところではあるかなと思いますので、このね、これを機にしっかりと抑えておきましょう。はい、ポイントは二重払いの危険を防ぐためということですね。はい、原因関係上の債権を行使する場合には手形を返還する必要がありますということです。ここは抑えておきましょう。なので結局のところ縦4の部分の結論の部分見てください。よって A は手形の返還と引き換えに支払うべき旨の公弁を主張することで200万円の支払いを拒むことができるんだということになります。はい、まあここはねちょっと知ってるか知らないかみたいな部分になってしまいますけれども、もうここはセットで押さえちゃいましょう。はい、よろしいでしょうか。とにかくですね、まあ、どっちの問題なのか、原因関係の問題なのか、手形法上のね、手形の関係の問題なのかというのをしっかりと押さえながらいくと。で原因関係上の問題として一番よく出てくるのはまさにこうね、本文で出てしまったようなものですから、これはしっかりと押さえておく必要があるかなというふうに思います。
はい、これがカッコ1です。さあカッコ2です。カッコ2の方に関してはですね、これ手形法上の関係が問題となっているんだということになります。はい、さあそうするとですね、手形法上の関係としてはそもそもですね、手形債務が有効に発生しているのかどうか、そして、ですね、その発生した権利っていうのが有効に移転しているのかどうかということですよね。はい、手形っていうのはですね、債権譲渡の特例みたいなところがありますから、債権譲渡とパラレルに考えていけばいいんだということです。そもそもね、債務というのが有効にね、まあ発生しているのかどうか、有効に発生してたとして、それが適法に移転してるのかどうかというのを見ていくんだということになります。そうなってくると A から B に対して振り出しをしてますから、手形債務自体はここで発生してるんですね。じゃあところがね、権利関係そのまま移転してるのかというと、ここにね、この C が勝手になんか応用して D に交付してしまったので、ここでは実態法上は B と D の間にはですね、適法な権利移転がないんだということになります。そうするとこれ民法と同じ発想です。はい、無権利者ですよね、 D はね。ですから無権利者から、ね、取得した E っていうのを無権利者になるのが原則なんだということです。じゃあどうするのという修正があって、これがまさに全員取得という制度になってるわけですね。ここら辺に関してもですね、この全員取得の分の典型例がここに出てるだけなので、そんなに難しくないかなというところではあります、正直なところね。はい、ちょっと見てまいりましょう。はい、これも答案で見ていきましょうね。でこういう場合の件、ね、要件設定というのも縦位置の部分見てください。まず E の A に対する請求を認めるためには、はい、本件手形上の権利が有効に E に移転している必要があるんだという、こういう設定になっています。まさにそうですよね。図を書いていくと、ここでなんかちょっと怪しいことが行われているわけですから、有効に E に移転しているかどうか、ここがね、もうずっと B も D も普通に、ね、裏書きがなされて、ね、裏書きがなされたら何の問題にもなりませんよね。なのでここでやっぱり有効に権利点がなさそうなんだということです。はい、で括弧1にはその原則論が書かれています。必ず全員取得が問題となる場合には原則論から書いていきましょう。これは民法も同じですよね。原則として承継取得することはないということが書かれています。はい、本件手形は無権利者 C が B から摂取したものであり、 D は無権利者 C から手形を譲り受けている以上、本件手形について無権利だと。はい、また D は C による印鑑防衛の事実につき悪意であり、 D に全員取得は成立しないということになります。なので E は手形上の権利を D から承継取得することはないということになります。はい、ただし括弧2の分です。最も E 自身が手形債権を全員取得するということで A に請求することができないかが、まあ別個問題となるよということになりますね。はい、あとはそれを一個一個検討していってるだけだということになります。16条2項ということですよね。はい、よろしいでしょうか。なのでこれはもうあとは16条2項の要件検討を ね、しっかりとしていっていただければ十分だということになります。はい、あいうの部分に関してはこれはもう条文の要件そのまま書いているだけだということになりますね。はい、ここができればね、本文というのは十分かなというところにはなります。はい、で縦2の部分、縦3の部分は書けなくてもいいかなと思います。はい、人的公弁というところ、これが問題となるかということなんですけれども、このね、全員取得の場合っていうのはこれが問題とならないということで、いいかなというところではありますので、いいでしょう。で縦3の部分に関してもですね、これに関しても、まあ、支払い提示期間後の話 で、ね、支払いの提示場所という問題なんですけど、問題文にはね、それが書いてあった部分ではあるんですけど、これも書けなくて十分です。はい、これに関してはこのね、縦1の部分だけ書ければ十分かなというところです。はい、なので縦4の部分ね、 A は E からの請求に対して請求を拒むことができないという結論になります。はい、よろしいでしょうか。縦に縦3はできなくてもいいというところです。全員取得の部分まではね、このですね、図をですね、しっかりと、ね、抑えられれば書けるかなというところまで、ここからね、ここまでが合格ラインかなというところではありますので、押さえておきましょう。はい、手形に関してもね、やっぱりですね、先ほど来申し上げている通りですね、そんな難しい問題は出ていませんので、なんとか頑張ってね、まあ、A ランクの部分に関してはしっかり押さえていくことがですね、試験対策としてのポイントになるかなとは思います。はい、それではですね、この2016年度の商法第2問はこれで終わりにしましょう。